皆様、おはようございます。お元気でしょうか。あっという間もね、皆さんもおはようございます。あっという間12月の末ですね。今週最高ですね。今週最高ですよ。はい、皆様おはようございます。柴谷さんもおはようございます。ぜひぜひ今週最高ってね、いい時間を過ごしていきましょうね。青山さんもおはようございます。山木戸さんもおはようございます。小林さんもおはようございます。本年最後の朝ライブということでお届けしていきたいと思います。本日12月26日、今日が最後の、2022年最後のですね、放送ということになります。皆様とご一緒できてね、本当に嬉しく思います。それでは、まずは皆様と共にですね、瞑想の時間をとってまいりましょう。姿勢を正して呼吸を整えて瞑想に入ります。瞑想することはあなたの心と体に素晴らしい効果があります。姿勢を正しゆっくりと呼吸を整えることで脳の機能を向上させ心を落ち着かせます。お客様がいてくださることで生活が成り立っています。共に働く仲間がいてくださることで会社が成り立っています。お客様や社員の皆様、そして地域社会と絆を結ぶ万徳の精神によってあなたの会社はより良い未来に進みます。素直な心と感謝の心を胸に静かに呼吸に意識を向けて瞑想を続けていきましょう。はい、皆様ありがとうございました。それではですね、瞑想に引き続いて、朝の宣言を皆様と共にしていきたいと思います。この朝の宣言をすることによってですね、今週最高とかね、今日最高とか、2022年最高みたいな感じでですね、この最高っていう状態を作ること、この宣言をすることによってですね、皆様の状態が良くなるんですね。この朝の時間がとっても大事です。それでは最後のね宣言、今週最高って今ねコメントいただきましたけども、朝の宣言していきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは参ります。私は今日一日笑顔で元気に過ごします。私は今日一日感謝の心でありがとうを10回以上伝えます。私は今日一日世のために人のために役立つ自分作りと組織作りに励みます。ということで皆さんお互いに拍手をお送りください。ありがとうございます。はい、それではですね、はい、皆さんおはようございます。渡中さんもおはようございます。今週最高ですね。
2022年最高を、純子さんもおはようございます。ということで、進めていきたいと思います。山口さんもいつもありがとうございます。そうですね。それでは、小林さんもありがとうございます。スライドの方に移っていきたいと思います。今日も一日最高ということでね、過ごしていきたいと思いますが、本年、2022年最後の朝ライブ、12月26日、月曜日のね、朝ライブ進めていきたいと思います。次回がですね、1月の5日、5日に私が初回のね、朝ライブをさせていただきます。それがね、初回の挨拶というか、私が木曜日担当させていただいてますので、木曜日1月5日からね、スタートして。ということで、それまでの間がお休みになりますけどもね、ぜひ皆様このね、朝の宣言とかね、今日最高みたいな感じでね、毎日年末年始をね、過ごしていただくことを、ぜひ心がけていただきたいなというふうに思います。はい。ということで進めてまいりましょう。社長の共有朝ライブ。そうですね。はい。田中さんありがとうございます。1月5日が初回のライブになりますのでね。はい。楽しみにご参加ください。いつもありがとうございます。ということで、今回はですね、ここまで何回かにわたってシリーズでお届けしてまいりました。稲森さんのですね、経営12か条ですね。経営12か条。経営者として貫くべきこと。ということでね、最近、日経からね、日経さんから書籍も出ておりますけれども、これら、このね、12か条順番にね、何回かにわたってこれまで見てきた、この最終回。今年最後が、この経営12か条の最後の回ということでね、まとめをしていきたいと思います。さあ皆様、このね、12か条前半部分がこの1から6出ておりますけどね。皆様、来年はこれちょっと意識しようかなと。今ここがなかなかうまくできてない。じゃあ来年はこれを意識してみようみたいな感じでね。ぜひぜひ、この経営12か条の重要なテーマを皆様の中でも決めて取り組んでいただくと、これ本当にビジネスが良くなっていきますからね。まず一つ目が何といっても事業の目的、意義。これを明確にしましょうということでしたね。志を高めていく、ビジョンを高めていく、そしてそれを第2条で具体的な目標にしていく、数字を含めて、例えば売上で言えばここまでやりましょうと、店舗数で言えば何店舗までやりましょうとかね、社員数でいけばこのぐらいまでやりましょう、利益率、利益額でこのぐらいやりましょうみたいな具体的な目標、もしくはお客様の人数みたいなものも含めて具体的にすると。でこれね、もうこれ目に見えるぐらいにイメージが湧くぐらい、この3条に書かれてますけど、強烈な願望ですね。強烈な願望、絶対にやるんだと。絶対にやるんだって、この強烈な願望がない限り、やってみて結果うまくいきました、じゃダメだってことです。仕事をする上で気がついたらうまくいってるなんてことは、まあもちろんあり得ます。あり得ますけれども、これ事業担当者として、任せたのであれば、任せられた側もですね、強烈なまでに絶対にやるんだっていうふうに、この強烈に自分の中に落とし込みをして、強烈なまでに前に進んでいくっていう、これがない限り、なんか作業してたらうまくいくなんてことはないんですよね。まあもしかしたらそれはね、上司がサポートしてくれている、上司がなんか会社として全体として回って結果的に達成してたなんてことはもちろんあるかもしれませんけども、それでは実力が高まらないっていうかですね、人間として、このスキルアップとか、今の時代で言えば、ね、リスキニングって言われるような次の、ね、ステップに上がっていくってことは簡単にはできませんよね。まあ、だからこそ第4条、誰にも負けない努力をしていきましょうって話もこれまで、してきましたね。それは何を具体的に言ってるかというと、誰にも負けない努力。これはですね、具体的に長時間労働しようってことではないですよっていうことですよね。例えば夜中の10時、12時まで仕事してるっていうね、人がいて、夜中の1時までやればいいかとか、夜中の2時までやればいいかっていうと、そういうわけじゃないですよ。これね、誰にも負けないと言えるぐらい一生懸命考えたのかということでもありますし、誰にも負けないぐらい先を見通して行動してますかってことかもしれません。この誰にも負けない努力っていうのは自分なりの努力、私は頑張ってますじゃダメですよねっていうことなんですね。まあこれはですね、もう強烈な言葉だとは思いますよ。ですが稲森さんはこれを追求し続けた。それは具体的に売上の最大化であり、これ第5条の話ですよ。経費を最小限に抑えると、お金を使わずに自分の創意工夫でどこまでできるのか。
考え抜くってことですね。そう、小林さんありがとうございます。考え抜いていくってことなんですよ。で、この値決めは経営って話、私具体的な数字とともにね、財務、諸表の中の PL、損益計算書をね、簡単なバージョンでお見せして、値段をちょっと下げるとどうなる、ちょっと上げるとどうなるみたいなことをね、皆さんと共に学んできた回をね、まだ見てない方はぜひ見ていただきたいなと思いますけれども、2週間ぐらい前だと思いますけどね。これ、値決めっていうのは本当に大切なポイントなんですね。さあ、後半行きましょうか。後半。全体振り返りですよ。経営は強い意志で決まるんだと。このね、7条、第7条、経営は強い意志で決まるんだと。これ、だから、経営はね、どうやったらいいかわからないんじゃなくて、いや、絶対にやるんだっていう思いがあるかどうか。意志がある人は成功するんですよ。これ、そもそも達成しようと思ってるかどうか、そもそもやろうと思ってるかどうか、これね、わからないって言ってる時点でダメなんですね。どうやったらこんな目標達成できるかわからないじゃダメなんですよ。やるとなったら絶対にできる方法をいろんな人に聞いていってでもやりきるっていう。そして、この燃える闘魂、やったるぜっていうね、これ強烈な言葉が7、8、9と続いてますよね。前回このお話させていただいても、私が勝手に燃え上がるぐらいにですね、熱く語らせていただきましたけれども、前回のまだ見てない方はぜひ見ていただきたいと思いますけどね、これ勇気を持ってことに当たるんだと。これ勇気を持ってことに当たるっていうのは、これね、これできるできないとかではないんだと。もう絶対に、絶対に、絶対にやると決めたら、やるってことなんですね。この、まあ、稲森さんもね、時折言いますけれども、この、社長であってもね、会社に行きたくないと、もう辛すぎて辛すぎて大変すぎて、もう行きたくないって時だって、稲森さんですらあったんだと。でもやるっていうね、この7、8、9あたりはですね、強い意志、やると言ったらやるんだ。燃える闘魂を持ってやるんだと。勇気を持ってことに当たるんだと。で、例えば取引先とかでね、うまくいってない、頭を下げないといけないようなこともあるかもしれないですし、稲森さんだってね、なんか裁判で訴えられるみたいなことで、昔ね、まあ、商品の骨伝導の商品なんかでね、覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんけど、そういった時もですね、誠実に前に向かって勇気を持ってことに当たる姿を稲森さん自身が見せてくれたっていうこともね、ありましたよね。稲森さんですら辛いことがあるんだと。で、そして勇気を持ってことに当たる。そうなんですよ。稲森さんですら辛いことだってあるんだということなんですね。そして、いよいよですね、最後の第10、11、12条ということに入っていきたいと思いますね。さあ、この経営12か条第10条です。第10条、今回最後ですよ。常に創造的な仕事をしなさい。常に創造的な仕事をするって。経営においては創造的な仕事をするっていうのが大事なんだっていうことをおっしゃってるんですね。これちょっと読んでみましょうか。これ彼はですね、こんな風に言ってるんです。今日よりは明日、明日よりは明後日と、常にですよ、改良改善を加え、絶え間なく続ける。創意工夫を続けると書かれてるんですね。私ちょっとチャットにね、入るのかな。入れてみたいと思いますけれども、はい。今日よりは明日、明日よりは明後日と、常に改良改善を重ね、絶え間なく続けていくと、創意工夫を重ねると書かれてますけどね。これちょっと稲森さんの言葉ちょっと紹介したいと思いますよ。現在の自分の能力でできるできないを判断していては、新しいことなどできるはずはありませんと。稲森さんが言ってるんですね。もう一回言いますよ。現在の自分の能力でできるできないを判断していたら新しいことなどできるはずがないんだって稲森さんがおっしゃってるんですよ。これはですね、ぜひ皆さん心に留めておいてください。現在の自分の能力でできるできないを判断していては新しいことなどできるはずがないと。これ稲森さんがですね、どこかの講演会だったか書籍かでお話しされてたのを私覚えてるんですけどもね。お掃除ありますよね、お掃除。掃除をされてるおばさんがいらっしゃったんだと。おばさまがいらっしゃって、そのおばさまがですね、毎日毎日掃除をするときにどうやったら効率的にできるかなって。いや、ただのアルバイトのおばさまですよ、が掃除をしてると。毎日毎日掃除をしてると。でもこの掃除の機械をこうやってやったら
もっと効率よくできるんじゃないかな。こうやってやったらもっと綺麗にできるんじゃないかなって、この創意工夫、創造的にですね、改良改善を重ねてたっていうんですよ。そしたらですね、それ非常に効率が良くなっていった。非常に丁寧にうまくやってくれる。このお掃除のおばさんがですね、そのおば様がですね、なんとグループ会社の社長になってしまった。いや、ただの掃除のおばさんですよ、と。その掃除のおば様がですね、気がついたら経営者になってた。清掃会社の。現在の自分の能力でできるできないを判断していて新しいことはできないと。ほんのちょっとの改善を工夫しているだけで、創意工夫しているだけで、ああ、ここに頼みたいと。で、自分だけができるんじゃなくて他の人もできる。他の人ができるだけじゃなくて、その他の人に指導育成もできるっていう、そういう創意工夫をですね、どうやってやったらうまくいくのか。みたいなことしてたら、その掃除のおばさんが、なんと、清掃会社の社長になってしまった。まあ、こんな話をですね、稲森さんがどこかでされたのを私は覚えておりますけども、そうだよねって。これ、創意工夫、常に創造的な、誰にもできるって、他の誰でもできる、自分なんかただの掃除のおばさんだから、なんて言ってたらですね、そういう未来は起きなかったわけです。常に創造的な仕事をする。今やってらっしゃる、例えばですよ、資料の作り方。例えば、プレゼンテーションの仕方。例えば何かね、整体だとか施術をしているようになれば、ほんのちょっとの工夫を繰り返していくっていうだけで、他の誰も真似できないような、例えば機械、例えばね、施術の時に使っている何かね、機器を使っているのであれば、この機器をこんな風に使ったらもっと効果が出るんじゃないだろうかと。みたいなこと。現在の自分の能力でできるできないを判断していてはいけないと。もう今日よりは明日。明日よりはさてと、ほんのちょっとずつ変えていくと、人生が変わっていくっていうかですね、未来、想像もできなかったような、自分にはできないんじゃないかっていうようなことができるようになっていくっていう、こんなことをですね、稲森さんお話ししてらっしゃったんですね。常に、ですよ、常に想像的な、今よりも良くしていくってことの積み上げによって、この世界が良くなってるんですよ。社会が良くなってるんですよ。ほんのちょっとのことなんですね。これの繰り返しです。で、当然私のプレゼンテーションっていうかね、こういった人前でお話をするってことに関しても、私なんかもともとですよ。もともとはですね、人前で話すのがもう本当に苦手な人だったんですよ。人前で話すのがもう嫌で。このラーニングエッジという会社をですね、立ち上げた時はもう全部社員に任せてました。全部役員だとか社員だとかリーダー層に登壇するのは任せて、私自身はですね、なるべく後ろに引っ込んでると。人前で話したくないと。いや、今でも話さなくて済むんなら、他の皆さんにですね、登壇して話してもらいたいぐらいなんですよ。どちらかというと、後ろでコンテンツを作ったりだとか、プログラム開発をしたり、事業計画を作ったり、ビジネスモデルを考えるっていう方が得意なタイプなんですね。だから本当はですよ、本当は人前で話すなんていうのは、もう本当にもうめちゃくちゃ頑張んないと人前で喋れないぐらいだったんで、今もう相当どうやったらそれが苦なくできるか、どうやったら、今まではね、人前で喋るだけでもめちゃくちゃ緊張して、ポケットに小さなメモ用紙を用意して、社長挨拶とかね、どうしてもたちまちを喋らないといけない時のこのメモ用紙をですね、100回も200回も読み直して、それでやっと、2分の挨拶をするみたいなね、ことをずっとしてたんですよ。いや、これはですね、だから、どんな仕事でも苦手なものだとか、できないことではなく、本当に常に創造的にやってますかと、この経営12か条に書いてあるような、強烈なまでのですね、意思を持って物事を進めていくのかっていうことをやってると、もうこれ、立場上教育授業やっていく以上、喋らないといけないなって、覚悟を決めてやってるっていう、こういうことなんですね。で、それによってどういうプレゼンテーションをしたら楽なのかっていうかですね、皆さんにとって価値も届くし、自分自身も辛くないかみたいなこと、ほんのちょっとずつこれね、ほんのちょっとずつもう何年もやっていくことによって、やっと喋れるようになってるんですね。だから清水さんもともと話が上手いんじゃないか、いや、とんでもございませんよ。もう神々だし、いやもう幼少期からですね、クラスの前で喋るとかなんてもう赤面症でとてもじゃないけど真っ赤になっちゃって喋れませんみたいなところから始まっていますからね。ですから、ぜひね、これは、皆さんはね、こんなね、なんていうかな、もうそこまで言ってる人を見ると、すごいとか、そこまで言ってる人を見ると、そんなこと自分にはできないなんて思うかもしれませんが、しかし、
常に創造的にですね、少しずつ良くしていくと。先ほどのね、掃除のおばちゃんの話じゃないんですけれども、ほんのちょっとずつ、ほんのちょっとずつ、どうやったらうまくできるかなっていうと、達人の域に生きるんですよ。みたいなこと。アンソニー・ロビンスの言葉で言えば、これね、10年立ててや、かけてやれることって、世界ナンバーワンになれるレベルのことをやれるんだと。10年かけてほんのちょっとずつやっていったら、これね、世界レベルのことができるんだと。多くの人は目の前の1年を過大視しすぎだと。目の前の1年がああでもない、こうでもないって考えるんだけど、もっと10年っていうスパンで見てみなさいと。10年経ったらもう本当に大きなことができると。10年先のことを、これからのね、未来に向かって常に創造的なちょっとずつのことをしてると、もうとんでもない領域まで皆さんは成長できますよって。だからこそ創造的な仕事をぜひしていただきたいですね。そして、第11条。まあ、これまでの話とちょっと温度感が変わってきますけどね。思いやりの心で誠実にと。思いやりの心で誠実にと。稲森さんがどんな風に言ってるかちょっと読んでみますね。飽きないには相手がある。相手を含めてハッピーであることを皆が喜ぶことと。例えばビジネスってお金儲けしないといけませんよねと。自分たちの会社を良くしていくって当然やっていかないといけないですよねと。いうことなんですけれども、この思いやりの心っていうのは相手ありきですよと。例えばお客様、取引先、上司、部下、同僚も含めてみんなで喜ぶこと。つまり利他の心で取り組んでいきましょうと。この利他の心っていうのはね、稲森さんの教えられていることの非常に重要なキーワードであると思いますけども、利他、相手を良くするために取り組むんだと。だからこれね、能力を高めるとかスキルアップするって何のためかって、だからもちろん会社で活躍するっていう、会社のために、上司のために、みたいなことがお勤めの時はもちろんありますよね。お客様のためにっていうのはもちろんあります。そうすることによってコミュニケーションスキルだったりだとか論理的な物事を考えだとか修行政策だとか何かの施術の技術だったりだとかってことによってそういったことで会社のためになっているお客様のためになっている上司のためになっているで経営者であれば当然のことをこの利他相手を利するってわけですから部下のためにっていうことなんですね。で稲森さんはですねこれ思いやりの心で誠実にっていうこれはですね単純に相手を甘やかすことでもないんですよって。情けは人のためならずって、これ相手のために良いことを言ってると巡り巡って帰ってくるということなんですけれども、稲森さんはですね、IBM の創業者の言葉をよく言うんですよ。これ何かっていうとですね、鳥が、渡り鳥がやってきて、渡り鳥がね、冬の間、やってくると。やってきた間に、そこの近くの住んでるおじいちゃんがね、ずっと餌をあげてたと。ああ、毎年今年も鳥が来たね。可愛いね。って言って鳥に餌をあげてた。鳥に餌をあげてると、毎回毎回与えられている鳥というのは、餌を取る能力を失ってしまうんですね。自分で狩りをする。自分で自分の力で、自分で自分の力によって食を得るっていう能力が下がってしまうと。だからそれが本当にいいことなのかわからないと。つまり成長させるっていうことも含めてですね、利他。の思いで経営者ってのはやっていかないといけないんだと。時には厳しく育てていかないといけないっていう。この両面ですね。環境は用意する。環境は用意して、働きがいのある仕組みだったりだとか、仕事だったりだとか、チャレンジしがいがあるテーマを持ってですね、甘やかすだけではなくって人を育てていくっていう。でそうでないと、これからの時代、今までのスキルアップでは成り立たないぐらい、非常に厳しい時代ですよね。で特に今日本にいるっていうこと自体がですね、世界の中でも競争優位性というものが今失われてますから、今までとは違うスピードで自分を高めていかないといけないんですよ。今までのやり方でだんだんなんとなくぬるま湯の中で会社が守ってくれてたとかね、日本全体がまあまあ成長してたってところの基上、このね、基盤の上に生活してるともう成り立たないんですね。自己責任っていうのが、まあ、グローバルには、言われていて、自分で自分のこと頑張らないといけないっていう、これ、みんなで良くなるっていう日本の良さでもあるんですけども、自分は自分でちゃんとスキルを、これから磨き上げていかないと、今までとは違う DX とかね、仕組み方とか、このデジタルな世界になった以上は、自分も高めていかないといけないと。まあ、そういったことも含めてですね、人を育てるとか、人を成長させるってことも含めて、思いやりの心を持ってですね、誠実に取り組んでいかないといけませんよと。
単純に甘やかすことではないっていうこともですね、稲森さんがおっしゃっていることで、これ非常に重要な概念だと思いますね。そして、いよいよ最後の12箇条目です。一番長い文章ですね。経12箇条の中で。常に明るく前向きにって、稲森さんがおっしゃっているんです。常に明るく前向きに。夢と希望を抱いて素直な心で生きていきましょうと。常に明るく前向きに。夢と希望を抱いて素直な心で頑張りましょうということなんですね。で、この常に明るく前向き、夢と希望を抱いて素直な心でってことをですね、稲森さんのオフィシャルサイトでこんなふうにおっしゃってるのをちょっと今からね、紹介したいと思います。稲森さんのこう言葉ですね、この第12箇条に関しての稲森さんの言葉を今から紹介させていただこうと思います。こんなふうに言ってるんですよ。明るさを秘めた前向きでひたむきな努力。いいですか？ここで求められているのは、明るさを秘めた前向きでひたむきな努力は、長いスパンで見れば必ずや報われますと。こんなに頑張ってるのに、なんであの会社ばっかりうまくいってて私はうまくいかないんだろうとかって思う時があるかもしれませんけど、稲森さんはですね、いや、ある会社は5年10年で一気に伸びていくと。でも、ある会社はなかなかこれ同じように頑張ってもうまくいかないと。でもこれ明るさを秘めて、前向きでひたむきにやってればこれね、5年10年だったら一時的にうまくいってるように見えるかもしれませんけども、10年だけではなく、20年だけではなく、30年とか、長いスパンで見たら絶対皆さんは報われますよと。ここに書いてあるようなことをちゃんとやってれば。自然はそのようにこの世界を作ってるんだって、これどっかのおじさんが言ってたらあんまり説得力ないんですけれども、稲森さんが言うと確かにもうなんか勇気が湧いてくるというか、あ、これでいいんだって、必ずやその努力は報われるっていうんですよ。でもしかしたらこれね、報われてないのはそういった稲森さんがおっしゃるようなね、これまでのリターであるだとか、本当の本当の本当のところで誰にも負けない努力をちゃんとできてますかとか、志を持ってやれてますかってことができてないと、この長いスパンで見ても報われないかもしれないんですけども、そういったここに書いてあるようなね、ことをちゃんとやってきて、しかも明るく前向きでやっていれば必ず報われるんだと。自然はそのようにこの世界を作ってるんだと。このことを私は宇宙の意志と調和すると表現してます。稲森さん。おっしゃってるこの経営12箇条、この通りやっていくってことは、宇宙ですよ。この全宇宙の意思と調和してるんだと。これもどっかのおっさんが言ってたら、お前怪しいってなると思うんですけども、稲森さんが言うと、そうですよね、みたいな感じになりますよね。美しい心と思いやり満ち、謙虚で感謝を忘れず、素直な心を持って努力を重ねると。美しい心と思いやりに満ち、謙虚で感謝を忘れずに、素直な心を持って努力を重ねていきましょうと。そのように、良きことを思い、良きことに努める人々の運命は必ず開けていく。と、魂の奥底から信じてますって稲森さんがおっしゃってるんですよ。これまあ聖女馬塾の世界大会でね、2013年にお話しされた内容。この内容をね、今回引用させて、稲森さんのオフィシャルサイト出てますから、よかったらそちらもね、見ていただくと、経営12箇条についても解説がありますから、もうぜひともこの感覚を皆様ね、味わっていただいて、この年末年始、ご自身の心をですね、素直な心で、謙虚で感謝を忘れずに、良きことに努めていこうと。で、そしてこの2023年はですね、皆様にとって素晴らしい年になるっていうことをですね、ぜひ実感していただきながら、この年末年始をね、過ごしていただければというふうに思います。特にこのね、2023年の目標だったりだとか、これからこうしてこう、ああしてこうっていうようなね、思いを高める、これから素晴らしい時期に入ってきますから。今回社長の教養朝ライブはこれで、今年最後の朝ライブのね、放送となりますけれども、よかったらぜひですね、アーカイブ、このセミナーズ会員の皆様はアーカイブで全部見られますので、この経営12箇条であったりだとか、
万徳の人事のシリーズであったりだとかね、他にもジェームス・スキナーさんだったり、草間さんだったり、石尾美美さんだったりとかですね、あとはゲスト、たくさんのゲストの方たちが、もう本当に価値あるお話をしてくださっているので、このね、年末年始そちらを振り返っていただければと思います。ということで、ざっと見ていきましょう。稲盛さんのね、経営12か条、前半部分6か条ありましたね。まずは事業の目的意思を、意義を明確にし、具体的な目標を立て、強烈な願望を心に抱いて誰にも負けない努力をし、売上を最大限に伸ばし、経費を最小限に抑えて、値決めは経営だということで大切に取り扱っていく。そして後半、経営は強い意志から決まると、これ、皆様、事業責任者、事業担当者、社員であっても、これね、一つ一つの事業を経営してるんだって思いを持って取り組まないといけませんよね。っていうふうに社長は任せていかないといけませんよね。そこには燃える投稿を持って勇気を持ってことに当たっていくし、今回お話しした常に創造的に仕事をして少しずつ少しずつ創意工夫改善を毎日繰り返していく。今日よりは明日、明日よりは明後日と、2022年よりは2023年ですよ。ということで来年をね、最高、2022年最高、そして来年もまた最高ということで物事を進めていく。そして思いやりの心で誠実に利他の心を持って取り組んでいく。そして自分だけではなくって周りも含めてみんなが育っていく、より良い未来に歩んでいけるようにリーダーシップを発揮し、常に明るく前向きに夢と希望を持って素直な心で生きていきましょうということで今回お届けさせていただきました。2022年中は本当にお世話になりました。来年2023年もですね、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ぜひ皆様、素敵な年末年始をお過ごしいただければと思います。ということで、皆様本当にありがとうございました。今年から始めたこのね、社長の教養朝ライブというチャレンジもですね、あっという間に今年ね、最後の回を迎えることとなりました。来年もですね、皆様に価値あるコンテンツ、そして毎日毎日が素敵な一日となるようなですね、コンテンツをお届けしていくと。これ、毎日放送でですね、月曜日から金曜日までさせていただいてますけども、登壇する皆様もですね、特別ゲストも皆様も、本当にこれ毎回朝早くからご出演いただく、これ準備をですね、裏方のスタッフも含めて本当に大変な思いをして、いろんな議論を重ねながらですね、この時間を、迎えてるんですね。なんとか開催することができているんです。このね、スタッフを含めて、しかもこれね、参加していただいている皆様お一人お一人のおかげでも回ってるんですね。まずはスタッフへの感謝、そして登壇していただいている皆様への感謝、そして参加していただいている皆様、こういったコメントをね、たくさんくださることも本当にありがたいことです。これがですね、私はもちろん、出演していただいている皆様のですね、大きな力になってるんです。ぜひね、これからもね、皆様からのコメント、熱いコメントをね、ぜひお願いしたいなと思うことと、ぜひここから学んだことを、これからのビジネスの実践に生かしていただくこと。そしてこれをね、周りの方にぜひご紹介いただいて、みんなで学ぶっていうことができたら、この世界がより良くなっていくんじゃないかなと。こういった万徳を中心とする学びをたくさんの方が持って、万徳の人事であったり、万徳の経営をしてもらうことによって、世界がより良い場所になっていく、日本がより良い場所になっていくってことを実現できたらなと、まあそんな風に思っております。ということで、皆様本当にたくさんのコメントありがとうございます。ぜひ今日もですね、一日笑顔で元気に過ごしていただければと思います。今年も本当にありがとうございました。素敵な年末年始をお過ごしください。ありがとうございました。